第38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈央です。解説は引き続き和久津明が務めます。和久津プロよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第3節、はい、4回戦勝敗の開始です。こちらに猿川雅俊の合図によって最終4回戦が開始されました。ちいちゃからふもと、なんちゃに古橋、しゃーちゃに藤島、ペイちゃんに力の並びで最終戦がスタートです。ドラが両ピン。まずはちいちゃを引きました。ふもとの親番、チューンが統一、メンツはありません。ドラも抜けています。続きましてなんちゃ古橋はシャー頑固2メンツ完成中、藤島メンツは1メンツ2メンツ、2メンツありました。内川はメンツがありませんが、トーンが統一です。さあ、ポイント状況出ましたね。最終戦向かいましたが、どうですか、ここまで来て。バッドニュースがありますね。何ですか。藤島さんが首位なんじゃないですか。グッドニュースじゃなくて、これはバッドニュースなんですね。いやいやいや、なんかドヤドヤされるなと思って。終わりに。そう。さあ、現在は明石も抜いて藤島健次郎が首位となりましたね。やっぱ首位は謙虚な人がいいですよね。はいはいはい、謙虚じゃないですか、藤島さん。どうですか。みんなの前では多分謙虚だと思います、はい。僕なんてっていうタイプには見えますけど。いやいや、僕なんてって言ってそうだけど。うん、やっちゃう G1 切り。G1 切り単野を。やっちゃう、やっちゃう。ロソツも切りでした。G1 切るってことは単野を3色、うん、みたいなことですね。うんうん、岩口さんはチーマン切るんですか。私チーマン切っちゃいますね。おー、手役派。お、フモとかチュンのポン入れました。イーシャンテンの形です。さあ、これでも三色のイーシャンテン藤島、うん、ロウソウ切りのとこね、ちょっと時間使っちゃったから、はい、ごまかしのから切り3番ですね。うんうんうん、うん、ロウソウ危ないよ、ロウソウ危ない。ローソンは、ローソンはね、ふもつさんにいるんじゃないかな、確か。こちらですね、ロッキーソー。ローソンだと高めの3色ですね、うん、6が3種類揃ってる、はい、3色したい。でも1通もしたいのかな、3層でいいと思う。3層切りとなりました、ね。うん、古橋はイーシャンテンです。しかも手合いが進みますが、ふもとがテンパイ、ドラ切りとなっています。ロッキュソバリン4枚目、テンパイ、これ命に見えるかな、スッチソリーチとなりました、うん、親の幻滅。スッチソ対ロッキュソ、いい勝負でもありそうです。あらららら、内川もいいシャンテン、おお、あっちゃー、ふもとがきつい、きついわ。古橋の上がりとなりました。リーチ1300です。お急須薄めではありましたが、ふもとがキャッチして親番流れていきます。古橋の親番と2曲、さあ古橋は最後ね、全部オーラス上がってますから、そうですね、いいですよね。だからオーラスまでに、ね、うん、22,300点持っとけば大丈夫ってことなんですね。はい、最後漫画上がれるので。漫画が上がれるようになって。今日は、じゃあ、初日できるかもしれないですよ。今のところ全然大丈夫ですね。はい。ある程度の3着ぐらいまで引けるので、はい、出ちゃいそうですね。うん、まあ、古橋さんドヤドヤしないので勝っていただいてもね、大丈夫ですので、スタメンツ完成しています。藤島ドラが1枚、メンツなし、ドンとイツの内川が1メンツちゃんと系、ただドラ数万、差し子が見えるのはふもと、ドラ引き古橋嬉しいです。ちかさん今日なんでこんなきついんですかね。なんですかね。一回の補充、うん、スーピン短期、はい、と
ぐらいですか。うん、それぐらい。なんか藤島さんとかの方が派手に報酬してるイメージあるけど、うーん、オーラスにマンガン2回マンガンクラスを7回2回打ってるので、はい、うんうんうん、古橋さんに、うん、だ結局やる気のある人が、はい、多くて、はい、ちょっとやりづらいのかもしれないですね。ありそうですね、うん、やっぱね、高い手入ってても受ける局面もありましたしね、うん、つもぎりたいんだな、うん、つもぎりました。今日はふもと、そして内川がきつい日です。ふもさん来ました。いいシャンテン、いいじゃない、いいじゃないですか。いいじゃないの、あ、いいじゃないの、いいシャンテン、うん、感はしません。ピンフがね、はい、欲しいんだよね。はい、感しちゃうとピンフがなくなってしまう、うん、あー、これはちゃんたじゃないくなっちゃったな、はい、あんま望んではいませんが、トンが場に一枚ゲレ、ただドラスワンだから、うん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 、そうですね、うん、普通に自然にイーシャンテンを取っていきます、うん、ほらマンズスーマンドラ、ウーマン自身で切っている一回難しい、うん、ね、つむぎり、うん、おこのウーマン敏感に反応していきます。藤島両面チイーシャンテン、うわあ、チーピーばっかり、おおおおお、ドラ絶対使うシステム、ふもとです。チーする、しない、さすがに、ね、泣きませんでした、うん、チーしてもイーシャンテンからイーシャンテンの泣きでした。さあ古橋はスーピーを持ってきてどうするか。サブロッキューアの振り替えで一応単用になるんですけど、はい、うん、イーピーの選択、スチーピーね、別に通ってないからな、あれ、うん、泣かれちゃったら激痛だもんね、はい、うん、こんな薄いの、あー、転敗しました。ハンサンマの転敗、二差し一手代わりだけど、単用ドラ1、あ、サブロスの転敗です。そうか、藤島が単用ドラ1、ウーマンが2枚見えてるから、はい、でもこれ二差しになんないんだよ実は、あらららら、こんなとこに三層だと三色、藤島意外高いですね、サンキュー、高い、高いで、ローソーは大丈夫か、うん、ローソーは藤島に2000点の報酬ですが、うわー、辛いね、耐える内川、あ、ドラ短金できるけどどうしますか、あ、しません、換算マンを継続、ふもとは闇天中、血にしろ、はい、追加、あ、挟まれましたよ、ふもとの上がりとなりました。タイヤをドラ1、藤島が捕まります。2600点、ふもと上がりました。あれあれあれ、なんか久しぶりに上がった、はいなんか勝った感じが、うん、上がった。トン3局です。藤島の親番でドラがいいピンです。じゃじゃーん、なに一メンツ出て6チッパ、うん、7、8、9、初があんこ、うん、ローマンとか考えてんじゃないかな、ローマンでした、うん、内川はどうでしょうか。ふもともメンツはない、ドラシドラドラ、またパーピン切るくせにえ、嘘でしょ、7、8、9、えそんな、あー、大きい大きくないですか、大きい人はウーピン切るよね、あ、そっかウーピンか、ウーピンが効率がドンって落ちるからさ、うん、一応お掃除の一色でもドラ引き内川、まあ、ペンチワンを強くしたいっていう感じでしょうね、はい、あ、うん、あんまりこう、うん、そうですね、あんまり
なんていうのかな、外側に思いっきり寄ってる範囲だと第一弾のローアも全然効かないんで、うん、もうこれ全部切っちゃうかみたいな感じ。あ、スピードもやっぱね、はい、出るよね。では私こちら、はい、そうですね、マンズがビュンビュン集まってきます。いいんですよ、ペンチーワンしたいだけなんで、上がれれば。待った待った待った、うん、ちょびっくりした。スーアンコ、スーアンコ、スーアンコ、ふもとスーアンコ、一応ね、スーアンコだけは見ないと。はい、古橋の元に、うん、トンが一枚あります。いやいや、これは、いや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 、パーピンじゃないんですか。いや、切るよね、パーピンです。はい、さすがにね。今考えたのってん、何だろう、もうリャンソーじゃないですか。あ、リャンソー先に切るか、うん、パーピンか、うん、さあ、ふもとがスーアコのリアシャン店に、多分ね、はい、リーチしたいんですよ、ペンチーワンで、はい、うん、だからだったら、うん、今ローピン引いちゃったところで、はい、チーピン引いてウーピン切っても結局6チーパーになって、うんうんうん、3色つかないじゃない。だったら今すぐリーチできる、はい、あ、チーワン切られた。今すぐリーチできるチーピン引きを見たっていう感じだと思うけど、リーチしたいんだよね、俺のペンチーワンってやってる。切られた、うん、1枚切られました。1枚、1枚なら大丈夫。今2枚見えています。2枚見えてますか。はい、いや、でもだからこそリスすると思いますよ、景色が、うんうん、むしろいい。早くテンパないかな。こっちを埋めないと。すごいバシンってリスすると思うんだけど、内川いいシャンテン、どこを嫌っていくか。サブローワンに本当は合わせたいんだけど、はい、間に合うかどうかですね。パーソンチーソーいっていきます、うん、スピード的に。ふもとはトーのポン、トイトイのイーシャンテン、トラトラですからね、うん、ドイツの急走を切っていくのは古橋ドラドラ。はぁ、帰ってきたよ。もうやだなぁ。急走場に2枚目、うん、あー取ったよ。あと1枚になりました。リーチ行きづらいんじゃないですか。もう行きづらいでしょ、さすがに。このペンチーマンが残っている親番藤島です。役もありますからね。リーチしたらすごいね、ええ、うん、ちょっと見たい、ちょっと見たい。すると思います、うん、うん、ちょっとするような気もしなくもないけどね。ドラーコ来た来た。ローソーから、いや、ハッカラの方がいい。なぜなら、はい、ローソーはポンだ。え、3色、ローソーから行く。古橋ポンする、ポンする、ポンしていきました、うん、するよね、ポンして転売。ペンチーマンです。目に見えて1枚残り1枚です。これチーワンロンって言われるんですよ、はい、うん、この捨て牌で帰るよ、もう、もうお家帰る。チーワン作り上げた、藤島田さんが作り上げた。そう、チーワンロンって言われてもお家帰る。あー、振り点残すか、手から打つか。残していきます。リャンピン引ければいいのか。ロス入ってた、はい、ほら、アンパイ気味に G1 打っちゃうよこれ、うんうんうん、うん、通りそうですもん、うん、相当通りそうだね。あと1枚ありますよ。ワンパイというケースもありますが、イーシャンテンの内川きついね。内川さん、ふもともイーシャンテン、古橋だって、ドラさん。あ、ちょっと待って、スーワン取ってっから、冷静になって。でも、二人にチーマンが通ってますもん。藤島の上がりとなりました。初、80点パネです。2000点。耐えきれました、今の。どうでしたかね。難しいですね。内川とふもとにはチーマンが通っていました。かなり通りやすそうにも見えました。チーマン通るよね、はい、しかしそれが2000点の報酬でした。いや、別に2000点だから全然打ってもいいんですけど、うんうん、この後に響かないといいかなっていうだけで、ちょっと古橋さんっぽくない、あ、いい面もあるけど、はい、古橋さんっぽくない曲がちょっと何曲かあるので、うんうんうん、それを今日ですね、うん、取り戻してほしいかなっていう、う
全然打つのは全然いいんですけどね、はい、知ったこっちゃないね2000点なんて知ったこっちゃないんだけど安いって、うん、ドラドラ古橋藤島は一メンツ内川はチューンが統一の統一が4組です。確かに、まあ、しゃーないって思えるならね、うん、いいんですよ、はい、全然、うんうん、こんなん打つしなみたいな、うんうん、あそんな街なんだみたいな感じで思うんだったらいいんだけど、うん、何なのその街って思っちゃう人は打たない方がいいよね。思っちゃいます思っちゃうね、うん、さあ内川総津の本一です。もう捨て牌作りがね完璧でしたね、うん、そうですね、はい、まあ、あと勇気、はい、勇気がすごかったよ、はい、藤島さんの G1 3枚切れてから堂々とさ仕掛けだしさ、はい、要は自国短期なわけでしょでもあれ持ってきたらもうみんな切るような、まあまあまあ確かに、はい、ワンパイとの勝負みたいな、うんうん、切るは切るんですけど、うん、さあ藤島が早くも3色ドライチのイーシャンテンです、うん、ね、純ちゃん欲張ってイーソー残してますね。そうですね、うん、理想はないけどね。あ、今なくなっちゃいましたね、うん、ただまあ先にテンパったら絶対に一層切るので、はい、一層が先に重ならない以上はこれ以上変わらないかな、うんうん、またあれかペンサーマン作ってるのか、ペンサーマンとカンパーマンスーマンがいい感じに切れていきます。あ、一層ポン間に合っちゃったね。パーソーポン内川発進連射点、多分急いで椅子を切るから、はい、投げそうですね、うん、古橋もドラドラで投げを入れていきます、うん、これもね普通の人だったら結構普通かなって思うんだけど、はい、古橋さんだとちょっと意外に見えるもんね、うん、このスチーピンちょっと薄いっちゃ薄いんだけど、そうですね、うん、スーピン3枚切れだったのかな。お、イーシャンテンです。さあ内川も2フローですから椅子どうすんの。バキュアに詰まっています。まだぶつけてく。こうやってポンで。サブロッソだ。いやドライロ完成、うん。ドライロ本一が完成しました、サブロッソ。スモルとテンパネか。チー。あ、チーだ。あ、ちょっと。そっか。スーマンが全部見えてるね。チーしてリアンウワのテンパイです。スーマン。あ。カンパー、はい、カンパー満体。数層ぶつけてくんだ。まだ間に合うってことですか。パーピンは泣く、泣きました。カンリャンピン、もう間に合うとか間に合わないじゃないね、うん、ただ切ってるだけです。戦うってことですね、うんうん、いや、行けるの。いや、もう行くしかない、はい、もうこういう戦い方をしたらもう行くしかないんで、はい、じゃあこれも行くんだ。これも行くしかないです、もう。あ、でも急層ダメか、役なくなっちゃう。待って、古橋さんに貫禄さ危ないね。嘘を打ってるから、うん、タイヤは3色ドライチの貫禄さ、はい、これはちょっと危ないな、古橋さんだし。これは、はい、リャンピン切れるかも。時間には危ないし、うんうん、ここはリャンピン耐えた。ここは時間を使って、ただここはふもとの上がりとなりました。三色、ちゃんと三色です。2000は2300。時間を使って、時間を使って、はい、老僧がどれぐらい危ないかを、うん、分かった上で、はい、リャンピンも危ないんだけど、リャンピン切りましたって解説しとかないと怒られるんで、はい、いきますか。分かってるんですよ。はい、分かった上で。分かってるんですよ。まあでも、うん、そうですね、想像打ったら高いけど、うん、粘りたかったからね、はい、うん、やばん、切らないと復活できないもんな、うん、あら、ふもとさん手がだんだん良くなってきたんじゃないですか、うん、良くない藤島、うん、流れ内川の手配的には、ああ、これで選択しやすくなったよろしいかと。白のポン発信あるか。ふもとは33,600点。
ドライチです。なんかすごい派手な、はい、捨て灰が本当ですね。普通の手なのにね、はい、うん、たまにありますよねこういうの。でもあんまりついてる時ではないね。うん、そのついてる時はだってこんね、こんなに警戒されたくないのにこんなに灰が出ていくっていう、ロッピンキットかちゃんともういっそのこと。はい、元はリャンシャン店です。アクアンコになりました。これで選べないな。嘘嘘もありますか。あ、三万リャンマン。ドラがね、三品だから。はい、ああ、そうですね。リーズも吐くドライチ。ドラ引き藤島。さすがに今回はお休みですか。ふもさんじゃないですか。はい、注目は。さすがに。ドラ残り山に2枚。よ。おかしいですね、捨て灰がもう。6球層ね、下茶に危ないけどいい選択だったと思うんだけどな。はい、下茶の古橋がソースの本一、うん、スピッカー泣かない泣かない泣きたくない、泣かない、泣かない、泣かない、やだやだやだ、うん、ラッキーソーチーは泣かない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 、だって今日こんな手入りました、ふもつさんに。入ってないかもしれないです。全然入ってないのに、これをさ、うん、2000点にしたらさ、もうそれこそ千人の領域だよね。いいわ。初が統一フラッシュ相当の統一で、ここは小さめです。小さい統一決めたんですね。あ、正解。初もちもち、おお、現状お見事という選択です、うん、これもうまいね、細かいけど。内川ですか、うん、うん。どこら辺があのほぐしながらほぐしながら、はい、こう両面の量形を作っていって、今切れているものにどんどん対応していく、はい、今切れてるからこっちに移していこうって、うんうん、もうだって今何が必要なのか全然分かんない川になるね。はい、うん、だけど失敗は全然しないようになってるかな。おお、これは危険度だったかな今。そうですね、先に満足処理していきました、うん、まあね、キューピンが2人の現物、うん、ちゃんた系の藤島、ここは厚く持っていきます、うん、これはノーチャンスっぽいな。ジドイツ決めれるか。言いそうか、トンがね。ああああ、この急走をチーしてなんか現れたね。イーシャンテンです。初の後付けはちゃんともあります。抜くな、ごめんなさい。誰か6急走テンパイ取っていきました。ふもと薬杯ドライチ、元の心情としては、まあ、藤島泣きも入りましたし、うん、もうそろそろねリーチっていう順目でもなくなっちゃったから、はい、うん、全然気持ちは分かるんですけど、うん、これはもう藤島さん大喜びだな。あ、もうスッと切っていく、うん、釣られて泣いてくれてありがとうと。どうか、頑張れ、頑張れる。ただふもとは現状一人転敗です。言いそうはふもとの現物、さすがに転敗っぽいもんね、うん、転敗っぽいです。さすがに転敗っぽいこの捨て灰で両面地位で、うん、あー積もりました。急走の積も上がりとなったふもと、薬杯ドライチ500銭のつま上がり。まあ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 、ね、ここも上がりを決めて勝手にしてますから、トップ目で親番を迎えています。30ぐらいで抑えて帰れれば、はい、マイナスを、はい、しょうがなかったかなっていうところはありますもんね、はい、これトップ取って
って太ったら30ぐらいになるんじゃなかったかな、多分ちょっとうろ覚え、ドリウキでうろ覚え、確かなりそうですね、なりそう、うん、12は17、出てた、はい、うん、30ぐらいになります。逆に藤島さんは何入中、多分首位を、はい、絶対計算してきたの休憩中にまだ今第3節ですけども絶対計算してたと思う、うん、あ、何点まで打てるとかちょっと考えちゃいますよね、絶対計算してる、この次のリーグ戦までがちょっと楽しい時間ですもんね自分にとってなるほど、バラ色タイム、はい、何回も成績を見ちゃうみたいな、見ちゃう本当にちょっとスクショしようかなみたいなやっぱ私ちょっと見ないから変わってんのかなどうなんですかね、でもやっぱ私とかは勝ってる時はリーグ戦の結果とか結構見ちゃいます、うんうんうん、見ちゃうんだ、うん、で嬉しくなっちゃいます、なんかね、はい、そこに持っていかれるのが嫌だから私も見てないよね、ちゃんとやらなきゃが強くて、私は完全に持ってかれてますね、持ってかれちゃってるやつ、フラッシャー国士無双でしょうか、あ、ピンズホイツですね、ホイツかもしれない、はい、失礼しました、両天秤折り込みみたいな、はい、しごろしごろしごろ見えてきましたよ、藤島、聞いてないと思うここはスピンつもぎりです、大体聞いてくれない、ヤンシャンテン、3色の話とかすると食い気味に、はい、食い気味に結構ないからみたいなそうなんですねそんなに好きじゃないんですね、まあ、ちゃんとやれってことですね、うん、その3色を見てそれを残すのはいいんだけど、それは誰と誰にどのぐらい危ないかちゃんと見ながらやりなさいよっていうことなんですけど、なんか山田プロとかもそういうのを、うん、結構私勉強会で教えてもらったりするんですけど、そういうの言われたりします、うんうん、うん、これがじゃあどれぐらい危険度が高いのかっていうのをちゃんと考えなさいって、それを考えた上で3色取りたかったら取ってもいいよっていう、ね、うん、しかも安全牌を残してリャンマギリ、なんかふもさんいいんじゃないの、あらららら、うん、親番ですよ、ふもとはリャンシャンテンとなっています、コンサンス引きました、うん、これね、あのリャン共産像良かったアピールだから、はい、これも拾っとかないと怒られる、はい、リャンウソは、うん、闇点なんですね、うん、進んだ、うん、白1枚サブローマに変えますね、さすがにどんだけ良くても闇点カリーチかってことですか、うん、いや、ウソ切り考えてると思うんですけど、一応目立たないようにリャンゾー、うん、サブローマンピエフのテンパに変わっています、うん、あとローソー引いた時にサンゾーの方は切りやすいか、若干、はい、うん、ピンズの本一フラッシュはシャーも重ねて、ああ、ポポロンだ、ポポロン、ポンポンロン、うん、ポポロン、すいませんすいませんでしたあら、こちらも内川差し子の3色いいシャンテンです、ポポロン、ああ、これはもっともっといいもっといいポポロンだね、いいシャンテンあ、ポンだよ、白ポンです、うん、で、何切るかが問題、ウーピン、ウーピン、早かった、ダーテン派、初トン車、ダーテン派だな、この順目にウーピンと打つと結構怖くないですか、はい、僕はこう生きてきたと、うんうん、結構怖いはずなんだけどね、うん、ノータイムでした、この一周が怖くてしょうがないよね次のウーピン切るまでのこの一周が、この1枚浮かせてる状況もドキドキタイムだよE ピン通りそうってこと、ペはピン通りそう、んペもやだし E ピンもやだ、ん E ピン行けました、ペちゃんなんだよね、はい、うん、ウーピンの問いと落としに見せていきます、間に合ったけどドラマタギの E1 であんまり状況変わってこれもあんまり良くない、あ、でもリャムンさん前見えてるか、あよかったよかった、 E ピン間に合わせるかチーソーを脇に間に合わせるか、チーソー先に処理、うん、このチーソーふもとがチーしてイーシャンテンです、リャンメンリャンメンだよ、ね、それ、あーそうだった、うん、このローマン宝珠に藤島と上がりとなりました、ピンフ先天南入ふもとの親番が落ちていきます、南入局は古橋親番、4回戦は早い感じですね、そうですね、うん、展開が早いです、うんうん、ちょっとはね、はい、
時計見たかもしれないですね。立ち会い人から、はい、圧がかかった。ないです、ないです。春川さんはないです。大丈夫です。ちょっとそろそろ僕電車がみたいな。遠いですからね。でもなんか今日長いなって思いながらも自分で打ってると、うん、親番は必死にやりたくなりますよね。今日長いなとかやっぱ思うんですか。ちょっと長いなとか思ったりしますけど、うん、やっぱ親番だと忘れてますね。忘れるわがまま。そもそも私は全てを忘れている打ってる時は。さあ今回注目の手配4社いるでしょうか。なんかいいのいたっけ。はい、これか。うん、うん、お、789ちゃんと3色が妹と、そして藤島がドラドラ。あ、羽を与えないでください。何ですか。羽を与えないでください。広い羽を広い羽を与えないでください。今飛び立とうとしております。ダメだ。白は山に残り2枚。お、あらいいじゃない、相撲がいいじゃない、生き生きしてます。踊ってます。誰か頑張れる。マホモトさん頑張りたいんですけど、フロさんチーピン余裕のスルーしてるんでね、はい、フロさんも嫌なんで、ある程度頑張りたいんじゃないですか。そうよ、タイヤ折っちゃおう。もうタイヤ折っちゃう。タイヤ折っちゃう。タイヤ折っちゃ う, もう。ああすごい大正解。あ、いいシャンテン。あのね、チーピン膨らましてるんで、はいはい、内川さんからもう一回出るかもしれないな。おー、そうすると、うん、チーですね。さすがにチーしないのかな。よし、そうですけどね。うん、全然切ってくんないけど、これね結構、うんうんうん、えぐいチーピン待ち。あ、なるほどね、チーピン待ち演出してますね。第1だスーピンで、第2だパーピンだわ。うん、これだ、これあれか、リッチしたいね。いや、リッチしたらね、ないか。闇天でざっくりと上がれても大きいですよね。うん、ちょっとね、はい、チーピンはケアしづらいもんね。はい、あ、くっついちゃった。くっついちゃった。一通になったら。いいシャンテン。あ、出たよ。チーピン出ました。これさすがに無理じゃない？そうよね。パーピンが薄かった。このチーピンをチーしてペン3ピン転配です。チャンタ3色ドラ1。3900の転配。3ピンは山1となっています。うん、古橋は選択で、チーピン番に2枚目、スーピン1枚目。うん、パワーがね、めっちゃ危ないですよ。ああ、うん。いやー、偉いね。うん、チーソーも危ないしね。うん、あ、ちょちょちょ、跳ね跳ね跳ね。跳ね自身で、あんこにしましたよ、いいシャンテン。ドラドラ。もう、ふもと止まんないですからね。さすがに無理よね。うん。9万は山に残り1。うわ、切りたいけどな。パーマン、切りたいけどめちゃめちゃ危ないんですよね。だってスーピンパーピン、おお、いや勝負だ。ああ、ロンの声はかからず、うん、伸びた、テンパった。テンパイは藤島、ウーマンキューマンのシャンポン待ち。チューポン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 、ダメか。うん、ペン3ピン継続です。親の現物エポンした方がいいですか。個人的に3品が少ないから。あ、そういうことですね。全然残り1枚でした。全然個人的な話です。すいません。あー、うまんだ。あー、痛いな、うん、これ大きいな。藤島の上がりとなりました。吐く、トラドラです。5200の方順に回ったふもと、沈みに回りました。藤島上がって親番です。強い、一人行きになってる。また首位ですよ。また首位っていうか、ふもとさんが沈んだじゃん。はい、そうなんです。ドラがいいピン、きつい。まだ接戦なんで。まだ接戦だから、はい、分かりませんよ。何3曲だしね、うんうん、きつすぎるよ。きつすぎるよ、2メンツ。あ、悪くない、1メンツ、うん、古橋も1メンツ、ちょっと悪いかな。じゃあ、いまいちかな。じゃあ、ちょっと藤島さんがノリノリですね。そうですね、はい。まあ、こんな日もあるでしょうということで、ここは一旦みんな落ち着いてですね、はい、どうしましょう、どうすれば。ちょっとこう寄りかかりましょう、椅子にね。あ、後ろにね、こうね、はい、後ろに寄りかかると、
旦こうクールダウンして、はい、冷静に見てみましょう、うん、するとあれそんな向きになっていかなくてもよくないってい いうとこまでね。やっぱ泣かれたり、うん、こう前にこうぶつかってこられると、ね、負けられないみたいな気持ちは生まれちゃいますよね、うん、どうしても。みんなね泣けるしね別に、うんうん、みんな泣けるのに泣いてないだけなのに、うん、なんか泣き方強いみたいになっちゃうのが嫌で泣き返してるんだとしたら一回冷静になりましょう。そうですね、うん、その自分のスタイルは、ね、そうそうそう知ってるんで、はい、泣けるみんな泣けるの知ってます、うんうんうん、ね、それぐらいやってこないとねここまで来てないじゃない、うん、古橋仕掛けましたよ、うん、この仕掛けはどうですか。大丈夫かな。キューピーマー3枚目でしたかね、うん、ドキドキしちゃうね。キー牌になる牌でしたけど、うん、うわ一通が消えている。なぬそんなの無理だよね。お、イーシャンテン藤島です。そしてふもともイーシャンテン、あ、テンパイ一層返してほしいテンパイトラズでした。一層返してテンパイトラズでも結構勇気のいる選択ですね。リャンピン切りましたね、はい、下ちゃんにチーって言われたらありえますよね、うん、邪魔っけだけどね、うんうん、おー、スチうまい。スチーマンピンフテンパイふもと、うん、これいいんじゃないですか。これは古橋さんが危ないね、はい、うん、いや、いい選択を入れたふもとです。切るくせに、またそんな、うん、カンパーマ引き入れたいいシャンテン、ドラの重なりもあります。内川さんは結構冷静に見えるな、はい、こんな日もあるでしょみたいな感じでやってる、うんうんうん、マイナスは結構しょってますけどね、うん、けど、うん、ああ、リャンピン引き入れてうっぽっそーリーチとなりました、うん、リーチピンフドラ1です。もっともある程度行きたいですね。ちょっと行ったねこれ、はい、うん、ゲームをしてます、うん、一応ツーチャンス。フルアシはどうするんでしょう。イーシャンテンこれがきついよね、うん、藤島は、藤島さんはもう何でもありですよ。テンパイ、チンソー切ると、もう何でもありですよ。じゃあ行っちゃいますか。ローピン、まあ、1回ローピン切ると思いますけど、パーピン振り点なんで、はい、このピン切りました。何切るか分かんないです。もう何するか分かんない。うん、もう超前置とかするかもしれない。この後。ただもしかしたら計算して何点までしか打てないとか、なんか、はい、これ打っちゃってね、親も落ちちゃったろ。そう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 、なんかあるかもしれない、ね。痛いですよね。うん、まあ、ね、内川さんのこのリーチが1300のことほぼないじゃないですか。はい、よっぽど三面ちゃんとかで親流したいみたいなことあるかもしれない。まあ二六か残球ぐらいはありそうだよね。うん、行くんじゃん、うん、行くよ。リャンウーピンなら勝負になるか、うん、場にはリャンウーピン1枚ずつ切られています。行きました、うん、リャンウーピン対ウッパソー対スッチーマン。スッチーマン強そうだけどな、おかしいな、全然ないところだね。フルさんリャンピンなんだよ、ドラドラだった、うん、リャンピンは宝珠ですよ、うん、宝珠だしね、親だしね、はい、うん、みんなのファイトがどういった決着を迎えるんでしょうか。あーやばい、あーやばい、リャンピンやばい、リャンピンやばい、ダメだよ、頑張れ、あー終わった。藤島が潜んでいます。潜んでるね、潜んでる、潜んでないな、潜んでない、めっちゃ目立ってる。チーソースパン、ね、ふもとさんもスッチマンね、あ、これいける、きっといたいたいたこれは、あら、意地っぱりじゃな。ペンチソー、リャンウピン、ウッパソー、スッチーマン。ふもと、これはよくぞ捉えました。ウーマンローマン残してのピーフ1000点です。いやー、いい上がりじゃないですか。いやいやいや、かっこいいですね。ねえ、うん、そうですね。うん、まあ、古橋さんのいいピン切りもかっこよかったね。ちょっと皆さんかっこよくてリスクがやばいけどね。内川さんもちょっと何が起こってるか分かんない。あれ俺一人旅、まあ藤島さんは来るかみたいな、え、ふもとさんも来たのみたいな、古橋さんもいらっしゃるいらっしゃるみたいな
みたいな。これねパッと見たら、はい、まあ、古橋さんドロドロだったから行ったんだろうなって見えるけど、はい、いやドライゼロだったからね。そうですね。なんだったらさあ、ふもと上がって、ね、また、うん、浮きに回っています。オーラスです。なんて上がればいい？2000点ぐらい？1600。あ、1600積もれば何でも一メンツあります。古橋はこれで一メンツ。古橋もちょっとで浮きですからね、うん、1300上がれば浮き。あ、そうだ、はい、オーラスに77上がるんだった。あ、そうでした。77の種はありますか？うん、あ、1通ドラ1。ああ、チューン1通ドラ1種できました。できた。親番は内川ドラドラです。関連層、ペンチ層がネック。ここで、うん、まだ様子見。ピンフ一通ドラ1。リーズもチューンドラ1。関数ピン引き入れましたよ。ドラドラ。内川はピン塚上良さそうなんだけど、9ピン結局4枚見えで。そうですね、いまいち。チーピンは残していきます。もういいじゃん、カッパソーで。チーピン切って。チーピン切って、目いっぱいのイーシャンテンです。もうきつすぎるよ、内川さん。はい。見なよ。古橋も2000点、1300上がれれば、浮きに回ります。手が跳ねてるよ。イーシャンテンになったのは藤島。単夜受けのイーシャンテン。カンパス引き入れて、サブローマンでリーチ。リーチピンフドラドラです。これ4000ホール。4000ホールだ。奇跡の。はい。あ、こっちも奇跡の、あれ、ルゾってある？ある。でもサブローマンめっちゃある。サブローマンめっちゃある。リャンツー1個しかないのか。ローマン2枚。リャンツー引けないとな、これ勝負形になり得ます。藤島も来るか。行くんじゃないですか。来るかも。ケソウーバンから。うわー、ウーバンってさ、サブローマン思いっきり裏筋だよね。はい、サブローマンも激強ですよ。激強。3枚4枚ローマン2枚。あー、でもとりあえずチュン、うん、ローマンあるって。はい、ローマンあります。2枚あります、うん、藤島もローマン引ける。いや、内川積まれた。4000ホール。え、なんで内川さんだけさっきから引けないの？ツーチーピンも引けませんでした ね。いや、でも今回こそは大丈夫でしょ。リャンと引いた。リャンピン闇点でしょ。ローソーは恐ろしく怖いけど、はい、じゃあ急走切るってことですか？いやでもだってオーラスは77上がんなきゃいけないから。ダメ。77縛りだから。オーラス嘘でしょ。いや、こう行くでしょ。行きました。かっこいい。え、どんだけスター。ピーフイッツトライチです。あ、これみんなめっちゃ怖いよね、はい、だって毎回オーラス上がってる、はい、毎回っていうか、え、3回目満貫天敗。リャンピ危ないよ。リャンピ危ないよ。リャンピ危ない。あ、でももう想像6球層しか触れないね、うん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 、最後常にオーラス。古橋は満貫クラス上がっています。となると内川さんが急にヒヤッとしてきました。ここに3万が。なんでやめて。ふもとは撤退。キャンピン対サブローマン。わー、やはりここは古橋が決めてくる。ピン普通も一通ドライチ。この光景何度見たことでしょう。2000、4000のつま上がり。でも強くね、これローソー切れたのがかっこよかった、ね。さあ、トップには古橋。そして2着、藤島。3着、ふもと。沈みかな。4着、そうですね。内川の並びで終了となりました。はい。ということで、王戦 A2 リーグ第3節。B卓全4回戦が終了いたしました。ではお呼びしたいと思います。古橋プロ、お疲れ様でした。今のご気分いかがでしょうか？えー、
気持ちよしです。そりゃそう。あれはやはりオーラスは満貫で締めないとだって感じでした。うん、ね、やっぱりそういう流れを信じきれてない闇天でしたね。え、やっぱりいいだったってことですか。多分上がれるんだろうなと思ったけど、まあ出上がりもね十分あるんで、はい、まあまあ普通は闇天だろうなんですけど。なんかまあまあこれは冗談です。はい、これはしっかり闇点で、はい、はい、よかったです。積もれて論争を考えた時はやはり急走を切るかどうするかってことですか。うん、2000点でもやっぱり原点なんですけど、うん、まあね、当然サブ論争に当たる可能性があるので、はい、まあ当たり前の話なんですけど、まあただやっぱりここまで今日は打点手役も決まってたので、うんうん、最後はしっかりこれ上がってトップで決めたいなっていうところで、はい、ローソー勝負しました。はい、はい、私がすごい好きだった曲は、はい、1回戦の、はい、めっちゃ押し切って一スチーマン700戦300。あ、うん、あれはまあたまたま藤島さんがスーピンリャンピンのリーチだったと思うんで、はい、まあ後継の可能性が藤島さんにしては若干上がってるなっていうことで、はい、躊躇したんですけど、うん、まああと3筋ぐらいあったんで最後の筋でローマン勝負っていうことで、なんか途中の手組みもどうだったかなと思いますけど、まああれ上がれたのは大きかったですね、うん、はい、なんか手筋も良かったんですけど、はい、スター性が今日はすごい見えたなって思いました、はい、やっぱスターなんだなって、うん、やはり応援したくなるような、うんうん、ね、1回戦からもうずっと手が入り続けてたんで、うん、ただね純ちゃん3色ドラ1、はい、対局の上がれずのなんとかドラさんっていうのも3回ぐらい滑ってるんで、ました、ね、まあなんかちょっときついなとは途中思ってたんですが、まあ、藤島さんも強かったので、はい、まあ、なんとか今日は初日を出すようにプラスで抑えれるようにプラスで終えれるように、うん、意識して打ったのがなんか一番いい結果にはつながったかなと思います。うん、古橋さん、はい、オーラス合計何点上がりました？オーラス多分2万4000点ぐらい上がりました。全部満貫じゃないかな。正解です。そうですよね。はい、はい、すごいね、そんなことあるんですね。あと、はい、視聴者の方から質問来てるんですけど、はい、今日は泣きが多かったのはなぜですか、古橋さん？できてますと、まあやっぱり僕は本来は、うん、黒沢さんみたいな麻雀を打ちたいんですけど、うんうん、まあやっぱり生まれ持ったものとか。そういうものもあって、まあ、僕の方は本当は黒沢さんに近づけたいんですが、それよりでいろいろ細かいこともできるようにならないといけないなっていうのがある葛藤の中で、はい、うまいバランスを取りたいなとは思ってます。はい、それではちょっと成績表をご覧ください、はい、フラッシュプロ本日プラス 30.7 で9位、トータルマイナス 26.5 です。さあ第4節に向けての改めて意気込み、そしてファンの方へメッセージをお願いいたします。そうですね、今期はもう対局やるたびに負けて負けて本当に苦しい1年になるとは思うんですが、ようやく、第3節でプラスになることプラスを出すことができたので、はい、当然ね、まだあと何節、うん、あと8節あるので、まあ僕は澤崎さんにマイナスのうちは昇級がどうのこうの、言ってるのは、はい、ダメだというふうな話を聞いてますので、うん、まずはトータルプラスに持っていけるように第4節頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。フラッシュプロでした。はい、嬉しそうでしたね。嬉しそうでした、やっぱりね、うん、いい笑顔が見れましたね。ただやっぱリチはうるさかったですね。これリチだったかもね。リチだったかはうるさかったですね。お近さんの気持ちを考えるとね。そうですね。はい。はい、続きましての選手です。誰でしょうか。あ、藤島プロ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ちょっと笑顔がこぼれましたが、いかがでしたか今日一日。なんだろうな。どうだ。どうだったよくわかんないまま終わりましたけど、まあ割と今日は、はい、状況が良くなったらもう前に出続けようみたいなそういうところだけ決めてきましたね。はい、前節第2節に
自分なりにはいい麻雀が打てたと思ってるので、はい、そうですね、そのなんか勢いを殺すようなことはしたくなかったので、あの上がれそうと思えばなるべく前に出ようっていう、そういう気持ちでは来ましたけど、うん、まあでも局単位では結構ひどい報酬もあったりしたんで、そうですね、いくつか、うん、あるんですけど、うん、まあまずは1回戦のオラス、はい、古橋さんのピン3色ドラ1、77、あれもドラノレはまあ早くてちょっと待ってください、はい、展望状況的に古橋さんは、はい、なんだろう、闇天の場合は打点が絶対あるケース、うんうん、ちょっとそれで、はい、後で、はい、ピンフ3色ドラ1、ね、僕は残球以上宝珠だとあの減点割れしてしまうので、うん、まあドラ切りで目立ってる、その後の手出しも見えてるんですけど、だいぶ下の3色だろうっていう当てはつけてはいたんですけど、はい、まあちょっと確定してたっていう、ちょっとあの自分なりのなんかちょっと読み違いみたいのがあって、うん、うん、まああの闇点はあのずっとケアしてて、やめる牌を実は何個か決めてはいたんですけど、はい、ちょっとあの浅はかな読みだったなと反省しております。いやでも今回も全なんか皆さん藤島さんにちょっと踊らされてるっていうか、うん、ちょっと藤島さんの泣きに合わせる形だったりとか、ね、イメージはそういう感じでしたね、はい、藤島さんに対してみんなちょっと向きになったのかなっていうのはなんか自敗をね、はい、ぶつけたりとか、うん、ふもとさんがオーラスに切ったチューンかな、うん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 、何三曲の、はい、あとはなんかこう藤島さんにやられた感じは、うん、まあ、藤島さんが打っちゃったんだけど、うん、6球層を、あの古橋さん、古橋さんのね本一の6球層77オーラスに報酬したの3回戦に、はい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 、あれとかはふもとさんドラドラだったんですけど、いつもは結構グッと我慢するような牌を、はい、みんながこうポン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 出すから、こうあもうふもとさんも行っちゃったんじゃないかなみたいな、うん、あとは古橋さんがね、うん、普段行かないかなっていうのを押し切って、うん、藤島さんに報酬した局面もありました、5-2でしたっけ、勘違いはね、はい、うん、本一役牌、はい、うん、まあなんか結構藤島やっつけてやるっていう感じだったのかなっていうのはちょっと宅内でも感じたかなと、あ、古橋さんは特になんかそういう感じました、そういう部分は感じましたね、はい、あとあれですかね、みんなのちょっと心折るような3アンコのパスを4000オール、 あれもすごかったですね、白に前切れのね、はい、うん、本来ならねチートイツにすべきなんでしょうけど、まあ、下茶に仕掛けが入ったりして、うん、まあ、アンコのね中ちゃん牌をあんまり打ちたくないとか、はい、でね、チューンがあんこったんで、うん、まあどう、そのあの後にね仕掛けに危ない牌とか持ってきたらちょっとどうするかはちょっと分かんなかったんですけど、浅くいてくれたんでね、うん、あれはめちゃくちゃラッキーでしたね本当に、うん、うん、ペンチーワンとかね、ああありましたねあれはおまけみたいなものですけど、はい、あとは何かな、チートイツ、あ、単葉チートのやっちゃいました ね、 あ、 したね、あれは体感的にはどっちかでもリーチ打てってもう腹では思ってたんですけど、ね、内川さんの川状況がちょっとやっぱり気になってしまって、うん、で内川さんね先日ドラを切ってるので、うん、闇点入ってる可能性もあるなと思ったんで、そうですね、後からやっぱ変えられるように闇点にしたらああなっちゃいましたね、うん、うん、あれは本当に下手くそでしたね、リーチって言うべき局面でしたね、あのせっかくあれだけ展望を持ってオーラス迎えられてたんで、はい、最終的にはチュンタンキーというので、まあ、そうですね、あれ良くなかったですね、危ないねっていう話をしてたんですけども、あんまりドヤドヤしてくれないですね、はい、え、マクスさんはドヤドヤされるんじゃないかって言ったんですけどなんかここでインタビューするの僕初めてなんですよ、はい、なんか一人で喋ってるのちょっとなんかしっくりこないんで、あ、天の声とか今ね、後で放送見てほしいよね、はい、めちゃめちゃ面白いんで今すごく今面白い状況になってます、え、どういうこと、いろんな藤島さんが見れるなっていう感じですよね、はい、はい、いやでも今日もかっこよかったです、やっぱり先輩、そうですか先輩成績をご覧ください、はい、出ました、首位ですよ藤島さん、あ、首位だ、1位です、プラス 98.1、はい、ちょっと今のお気持ち聞かせてください、まあとはいえね、まだ3節、はい、序盤なんでね、うん、まあやれることをやっていくだけですけど、はい、まあなんだろうな、
か十段戦も負けちゃったりとか、うんうん、なんか他の試合結構負けちゃってるんで、うん、結構リーグ戦に今年はなんかこうなんか特化したようななんかシーズンになりそうなので、はい、そうですね、あの引き続き頑張っていきたいとは思ってます。今日のあれですか、ドヤポイントはないですか、もういいですか、ドヤポイント、今日これだけは解説してほしかったみたいのなかったですか、大丈夫ですか、なんかあるかな、できてるといいないろいろ、まあ、はい、あの後でタイムシフト楽しみにしてますけど、最後にファンの方へメッセージをちょっと左のカメラですか、うん、左のカメラ向いて、はい、お願いします、こっちなんだ、はい、そちらに向かってお願いします、はい、はい、なんか首位になりました、まあ、まだ序盤なんで、はい、去年もねこのぐらいの時期に1回ポコッと首位になったことがあったんですけど、結局昇級ならずだったんで、あのやっぱり積み重ねだと思うので、あの、まあ、今日みたいについてる説ばっかりではないと思うので、あの気を引き締めて、あの1年間戦っていきたいと思います、応援ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。藤島健次郎プロでした。はい、ということで改めて奥さんも今日一日ありがとうございました。はい、最後のインタビューも面白かったです。そうですね、あのあれは演技だったのかどうか気になりますね。どれですか、首位、え、首位なのってやつで、ね、気づいてました。絶対計算してたと思うんですけどね、まあ、いいんですよ、はい、皆さんのいい笑顔がね、見れてね、はい、はいはい、素敵な一日でしたさあ次回の A2 リーグのお知らせを少しさせていただきます。第3節のシータクです。ダンプ大橋、白鳥翔、山田博之、二平信明と、やばいですね、4名です。いいメンバーですね、うん、解説に、お、今日選手だった内川幸太郎プロをお招きしてお話聞いていきたいと思いますので、ぜひ次回もご覧くださいということで、改めまして、この辺りで失礼したいと思います。長らくのご視聴誠にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら